はいどうも、チャンネラー龍です、今日はですね、地震についてお話ししたいと思います。はい、地震、私には地震がありますの地震じゃなくてですね、こう揺れる方の地震です。はい、で、まあ、ネットとかですね、まあ、いろんなところの情報を見ると、まあどこかで、まあ、大きな地震が、まあ、起こるでしょうという噂だったりですね、言われたりしていることが非常に多いと思うんですよね。で、まあ、地震大国日本ということで、地震はですね、日本非常に多いと思うんですけども、なんかね、大きな地震が来るっていうと、ちょっとこう不安になるじゃないですか、怖いなっていうのがあると思うんですけど、ですね、大きな地震が来るとき、っていうのは、まあ、予兆じゃないんですけど、なんとなくですね、そんな雰囲気が出たりするんですよ。で、まあね、ネットの情報なんていうのはこう裏をちゃんと取ってる情報もあれば、全く裏を取ってなくてですね、そのまま、好きなことを言ってるっていうような情報もあって、まあ、いろんな情報がですね、まあ、飛び交ってると思うので、まあ、一つ、私が独断と偏見でと言いますか、思うその地震が、大きな地震が来る時はこんな時っていうのを、まあ、一つ、まあ、目安にですね、お話ししておこうかなと思います。はい、で、毎日ですね、地震情報とか地震速報とか見てましたら、日本全国どこかで地震が起きてますよね。実際そんなに大きくない震度1、震度2、震度3、震度4、ぐらいの地震が、まあ、頻繁に起きてると思うんですよね。で、実際のところ地球にもちゃんと、まあ、意志があって、で呼吸してるんですよ。で、その地震っていうのは地球の呼吸の一部だと思ってください。そこに住んでる人間としてみれば、こう地震起きてほしくないって思うんですけど、地震が起きないイコール地球に息しないでって言ってるのと、まあ、同じことになっちゃうので、地球の上に住んでるんですから、地球に息してもらわないと、地球が死んじゃったらどうしようもないんですよね。なので、その地震とはうまく付き合っていくしかないというのが、まあ、私なりの結論なんですけども、で、まあ、毎日毎日その震度3、4、いろいろ起こってますと。で、これ地震が起こってる間はちゃんと呼吸が、まあ、静かな呼吸ができてるところなんですよ。まあ、ガス抜きですよね。ファッとこうエネルギーを吐き出してるんですよ。で、呼吸をちゃんとできてますよっていうサインなので、ちっちゃい地震が毎日起きてるのは、これは地球が健康な状態で呼吸してる、吸って吐いて吸って吐いてができてるんだなという認識で、いいかなと思います。まあ、ところがですね、これが一つの視点としてですね、地震がない日が続く、ピタッと止まるわけですね。あれ、地震全然起きないじゃんみたいなのがあった場合は、地球が言ってみたら寝てる間に無呼吸症候群と一緒です。息止まってますから。で、そこまでいくとこう死んじゃいますよね。で、ブワーって起きると思うんですけど、そのブワーって起きるときに大きな地震が起きる可能性が高いということですので、もういろんなネットの情報に惑わされるのではなくて、まあ、毎日ね、こう地震情報を見て、地震ちゃんと起きてるかな、それも逆ですよね、見方がね、もう地震ちゃんと起きてるかなと、地震起きてる方が、地球にとってはいいということなので、その様子を見てですね、ちょっとこう止まりだしたら、ちょっと近々ちょっと大きめのがあるかもっていう心の準備もそういう意味でできると思うんですよ。なので、そういう視点でね、地震がいつ起きるのかっていうのをですね、ある程度こう、予測することができると思いますので、そういうのもね、一つの視点として持っててもいいのかなと思ったりもします。で、それでちょっとでもですね、その不安になるのがね、収まればいいかなと私的には思いますので、また参考にしていただければと思います。はい、ということで、チャネラー龍でした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。友達登録していただくと、不動明王のパワー付き画像と、私がアイスランドに行った時に出会った太古の神様からのメッセージをプレゼントしております。友達登録は QR コードを読み込んでいただくか、詳細欄のリンクから友達登録していただきます。あなたの友達登録お待ちしてます。